bei Judgment. Wir müssen zum Levant. Und ich glaube, ich habe es nie mitbekommen, dass das in Ayabisai Casino ist. Ich dachte immer, das ist einfach nur ein Casino, wo er halt öfter mal ist. Ja, man merkt, ich passe immer ziemlich gut auf und so, aber... Okay. Was war das jetzt? Hä? Ayabe Keiji no Bengonin da. いや、弁護士だからって入れませんよ。ご苦労様。彼なら大丈夫。私が責任を持ちます。検事生か。どうも。Er will nur weiter einschüchtern. Deswegen lässt er ihn durch.八神さんはここの仕掛けご存知だったのでしょう。地下に闇カジノが隠されていました。へえ、そうだったんですか。ふん、綾部は大それた真似をしたものです。闇カジノから賄賂を取って摘発を見送ってやるなんて。おまけに警察の内部情報も裏社会に流していた。おそらく新谷弁護士はそういった秘密を知ってしまったんでしょうね。だから綾部はその口を塞ぐために撃ってしまった。突発的に警察の銃で。なるほど、検察はそういうストーリーで行きたいわけですね。まあ、込み入った話は奥でしましょうか。Also es ist doch nicht Ayabes Casino, der hat eine Bestechung angenommen. Ist die Übersetzung scheiße oder keine Ahnung? Anta no koto shirabemashita yo. Morita Kenji-sei. 10年前、ご家族に不幸があったようですね。誰かが告げ口でもしたかな？ついこの間まで、ずっとあんたを信じてた誰かがね。ショーノのラボであんたの対応は異常だったよ。法の番人たる検察官が法よりもアドデック9を第一としてた。ここに来てだんまりはやめましょうよ。私の母は若年性のアルツハイマーだった。進行が早くてね。Das ist alles so Moritas Familie. 発病してから母はあっという間に私の顔も名前も忘れてしまった。私を見るたびに初めましてと言ってね。そして時には泥棒だの人殺しだの罵声を浴びせることもあった。症状が悪化していく母は見ているだけでつらかった。だが兄はその母を長い間ずっと介護し続けた。たった一人で。兄も私も若い頃から法律家を志してた。兄は毎日がむしゃらに勉強していた。私よりもずっと努力してたよ。でも結果は司法試験に受かることはなかった。なので私が一発で受かった時はさすがに心苦しかったな。でも兄は自分のことのように喜んでくれた。兄はいつも優しかった。 Sein Selbstvertrauen schwankt. Das Ganze nagt ziemlich an ihm. 続けてください。母の病が発覚した時も兄は母の体を心から心配していた。でも私の頭の中は葛藤でいっぱいだった。
母の介護をすべきだという気持ちと、法律家としてのキャリアを終わらせたくないという葛藤でね。そんな私を察して兄は私にこう言った。母のことは心配するな。お前は偉くなって自分が果たせなかった夢を叶えてほしい。それで自分は十分だとね。そして兄は24時間7年もの間、自分を息子とさえわからない母のために介護を続けていた。私はその役目から逃げ続けた。いずれ何か破綻が起きると心のどこかで気づいていたはずなのにだ。あんたはその後悔からアドデックナインのために一肌脱いだ。いつからだ？新谷弁護士が殺害された後、私は一ノ瀬事務次官から直々に腹を割って話がしたいと呼ばれた。一ノ瀬が？直接？なぜ？一ノ瀬さんはいずれ我々検察がアドデックナインの闇にたどり着くと予測した。そしていろいろ調べるうち、私にアルツハイマーに家族を奪われた過去があったと知った。それで一ノ瀬さんは私を話せばわかる人間と判断した。彼の提案は明快だった。アドデックナインは病に苦しむ患者とその家族、多くの人々を救う新薬だが、それを世に出すためほんの少し目をつぶってほしいことがあると。 So bring ein selbst die besten Absichten auf den falschen Weg。 なあ、あんたこんな言葉知ってるか？ん？火は鉄を試し、誘惑は正しき人を試す。もし何かの犠牲と引き換えに不老不死の薬ができるなんて言われたら、あんたは多分何万人死んでも目つぶってんだろうな。私にも罪悪感はある。だからここまで君らに付き合った。ショーノは人体実験を隠蔽するために寺沢恵美を殺した。あの子が一体何をした？その罪を着せられて大久保新平は死刑を待ってる。いつ殺されるかわからない日を3年も送ってきた。でも彼が何をした？あんたの罪悪感は口だけだよ。自分が何してるか分かってんのか？黙れ。あんたの兄さんが果たしたかった夢ってのはそんなことだったのか？え？検事正！もう黙れ！黙れ！俺を黙らしたきゃまた殺すしかないな。俺は大久保君と綾部の弁護人なんだ。エミちゃんの無念を晴らすためにも黙るわけにはいかねえんだよ！タボ、黒岩だ。もういいんじゃないですか、検事正。この間はどうも。もうピンピンしてんだな。手加減しすぎた。やろう。また二人がかりでかかってくるか？今度は八神と。何しに来た？あんたは目つぶっててください。得意でしょ。海藤さん、
手出さないでくれる？なんだと？今度は俺の番だろう。こいつはおやっさんの仇だ。俺だって今までずっと我慢してきたんだ。いいね、かかってこいよ。安心しろ、工房なんて野暮言わねえから。何が工房だよ。お前は警官じゃねえ、ただの殺し屋だろうが。So schaut das schon besser aus, ey. Ja, ich darf endlich aufs Maul gehen. Oh mein Gott, ich hab Schisswürfel, der abzieht. Hey, der macht Wandsprünge, das ist unfair. Lieblingsmove, Alter, Lieblingsmove. Wow, wow, wow. Ich find's ein bisschen fies, dass der einfach mittendrin draufhauen kann. Gut, ich will dazu sagen, ich muss dazu sagen, ich kann auch. Alter, der. Was machst du? Oh, ich mag deinen Lippenstift. Achso, nein, warte, das ist das Blut, das aus deinem Mund kommt. Alter. Aber Alter, mach doch nicht so ein Ding. Oh Gott! Oh Gott! Nein, 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 nein! Hör doch auf, über sowas zu machen, du Penner! Wenn man viel ab, kann das sein? Ich glaube, wenn ich es so oft wiederhole, dann zieht es nicht mehr so viel ab. Und falls das mal irgendwann im Spiel erwähnt wurde, habe ich es irgendwie komplett vergessen. Boah! Ich find's doof, dass wenn der. Ja, Mann! Komm, wir beenden es mit meinem Lieblingsmove. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hör doch auf auszuweichen, ich will es mit meinem Lieblingsmove beenden. Nein, nicht mit dem. Oh oh, ich bin schon wieder fast tot. Und ja, falls irgendwer. Ich weiß selber, dass ich. Yes, Mann! Ah, auf den Punkten mit dir! Und ich mag immer noch deinen Lippenstift. Halt scheiße, nein, das war ja immer noch Blut. Hahaha. Ich
冷静になれ。こんな状況でどうもみ消す。私がかばえることにも限度があるんだ。もうここに用はないだろう。行こう、怪盗さん。Ah, ich sehe Genugtuung, dieses elende Dreckschwein. Ich liebe sowas. Und ich muss ehrlich sein, jetzt war ja das beim anderen schon echt geil, den aufs Maul zu heben. Hä, was ist jetzt los? Oh oh.早く！うるさいこの野郎！どこでしたこれ！偉そうにしてんじゃねえぞ！中で何やってんだよ！何やってんだあれ？松金組の連中だよね。多分お前が心配だったんだろ。アドデック9にターボが消されんじゃねえかってよ。え？おい、いたぞ。おう、引き上げるぞ。Kurzer Einwurf. Ihr habt mitbekommen, dass der Kaido sein Gesicht komplett geheilt ist? Hoshino-kun. Oder hab ich das übersehen? Yagami-san ga Kenji-sei ya Kuroiwa to taikets ni itta tte. So kiite. Ja...ここに東たち呼んでくれたのは僕です。出ないと敵はどんな汚い手だって使ってきますから。八神さんと違って変に気使うなよ。木戸の前では本当にすみませんでした。どうかしてました。やっぱり僕はまだまだです。本当にすみません。証人が怯えているのに脅して証言させようなんて、いくら勝つためでもそんなの許されるわけか。知ってるかな星野君。はい。島鉄を試し、誘惑は正しき人を試すだ。は？That's fine.
Mach doch sowas nicht. Entschuldigung, dass ich vorhin mit Mike gelacht habe. Das war dann aber danach echt eine geile Szene mit der Musik und alles und. Einen Monat? Der Morgen von Eier bis Verhandlung. Oh, ich hätte es cooler gefunden, wenn er mit seiner Jacke dabei wäre. Ich bin voller Checker. この記事服部が書いたのか。うん。今日の後半に間に合わせたってよ。神室町で秘密の人体実験か。認知症新薬アドデック9。記事のこの写真って。この間ショーノのラボで僕が撮ったやつだよ。なるほど。 Wer war denn der Typ im Regenmantel? Egal wie geil die Szene gerade auch wieder war. Wer war der Typ im Regenmantel, ihr Penner? Und ich bin jetzt aber auch ein Penner. Weil ich nicht weiß, wie lange das letzte Ding geht. Bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann in der vielleicht letzten Folge von. Jedenfalls in der letzten Folge der Hauptstory von Judgment. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.